小さな話するか。昨日普通に大体話した通りかな。ただまあ私から言えることは、まあ難しいな。何を言ったらいいんだろう。まあ、納得は言ってない。ごめん。昨日も言ったけど納得は言ってない。でも前日までやれることはやった。私はもういろんなところに手を回した。もう自分が使えるつてを使ってすごい大人に言ってしたけど無理やった。だから22ねねごめん。だしまあ意志が硬いからこれをすることによってワンチャン気持ちぶれんじゃないかなみたいな、なんかそういう甘い考えもあった中でモテる頭を使ってやったけど、まあなんかきつかったね。ただあまりに相談しなさすぎで、でも私声出せなかったんよね、話聞いた時。だからまず最初にミトちゃんとシズリンを捕まえて4人で通話した。だから多分ちいさん発表された後の配信でミトミトとリンお姉ちゃんと楓がうんぬんって言ってたのはその時の話。4人で通話したって言ってたのもその時の話で、まだ発表されてなかったからそういう暗い話はせずに、まあなんか休止期間にいろいろ話聞いて話したんよねって言ってた。で、まあ、他の1期生とも話す機会はあったから、まあ、めいめいと連絡取ってもう放送の時のちいさんどんな感じみたいな。ちっちゃん元気だよみたいな。なんかそういう話をしたりだとか。はした。まあねー。なんか身近な人がいなくなるっていうのが初めてだから。まあ、言語化すんのがすごく難しいんだけど、まあ、幸せにはなってほしいよね。幸せにはなってほしいけど、もうちょいわがまま言いたかったし聞いてほしかったし、逆にその分言ってほしかったし叶えてあげたかったなと思うけど、でもその、まあ、彼女の口からもあったと思うけど、彼女が辞めるにあたって別に運営が全部悪いとか本人のせいとかやばいリスナーさんがまずいとかやばかったとかなんかそういうのじゃないんだよね。誰が悪いとかじゃないから、私運営に物申せとか言ってたけど、だから彼女にとって本当になんかツイッターの文面にもあったけど、これから夢をなんちゃらかんちゃらみたいなのは、まあ、そこで不幸せになれとか絶対に思わん。だから叶えてほしいなとは思う。でもさグダグダ言うのもあと4、5回ぐらいにしようかなって思うけどさ、辞めるときはみんな一緒とかさ、なんか笑い合って言い合ってたからさ、それ呪いになるよとかミトちゃんが言ってギャハハハとか笑ってたけどさ、
いやどうなるんだろうねこれからね。でも本当に家族みたいなもんだったから、冗談抜きでずっと一緒にいてくれるって思ってた、正直ね。いなくなるわけがないって思ってた。もう本当に家族みたいな感じだったから、弟妹がいなくなるとかならんやん普通。だからね、ちょっとだからこそ怒ったかも私は。なんか悲しいとかじゃないなうん、悲しいとかじゃない。いや悲しいよ、悲しいけど夢を叶えれるならええやんと思うから、別にそこは悲しくはない。だから私は怒ったかな。私たちが思っている365倍以上は考えての決断だから本当にそれ以上考えての決断だったから、たった3週間4週間5週間6週間私が走り回ったところで、やっぱその意志は固かったし、告知が出るまではワンチャンあるワンチャンあるとか思ってたけど、もうそうも言ってられんくなって、もうカウントダウンが始まってるわけやからさ、辞めるまでの、まあ1ヶ月以上あるけどね。だし誰よりも一番リスナーのことを大事にしてるのは絶対にちぃさんだから、それは本当にね間違いない。本当にニーニーネーネのことを考えてた。どのコラボをするときも、どのその配信の約束を取り付けるときも、絶対にニーニーネーネの名前を出して、ニーニーネーネがこういうことをしたら喜んでくれるとか、ニーニーネーネは意外と働いてる人いるから、だからもうちょっと遅い時間がいいとか、ニーニーネーネーやったら千尋のこの時こう言ってた配信のことを覚えてくれてるから、だから今ここでしたいとか、そういうことをもう平然と言って自分の意思をその配信とかコラボに取り入れてたから、だから今回の選択もまあ本人はすごい苦しかっただろうし、怒っちゃダメなんだろうけど、まあなんとも表現しがたいが、ちぃちゃんの決めたことならってみんな言うけど、ファンならそうしなきゃいけないんだって思うかもしれないけど、そうじゃない気持ちがあるってことも結城千尋さんは分かってるから、でもそれでも最大限残り少ない時間をいかに素敵に過ごすかっていうのを考えて、あと50、40日ぐらい配信をすると思うから、彼女は。だからゆっくり、私も全然気持ちの整理ついてないけど、ニーニーネーネも他のリスナーさんも折り合いをつけて行かなきゃいけないんだろうなって思うね。でも本当にファン思いだよ。ファン思いだけどこの選択をしたっていうこの状況が、それはどこに原因が付随するかはさておき、
こんなに結城千尋っていう名前があって、すごい人のファンがいて、その分ファンのことを思ってるのに、なんでこんなことになるんだろうっていうところに、私は謎の感情があるね。私はな、初期の方からスタッフさんによくしてもらってたし、外部の VTuber さんとも仲良かったし、自分でやりたいことを全部口に出して全部わがまま通してもらってたから、でもそれがさ、初期から私はそういうキャラだったから、だったかもしれない。私がこうやって今たくさんの人に支えられて、たくさんの夢を叶えてるのは、納得できる人は納得できるし、納得できひん人は納得できないで、私はいいと思う。私は二次三次と心中するって決めてるから、多分みんな納得する終わり方になると思うんだよね。もう二次三次終わるから、樋口も終わりまーす、バイバーイで多分終わるから、あー二次三次のせいだってなるけど、そうなったらね。でも今回の場合は二次三次超大ブームっていうか、超頑張ってます、結城千尋超頑張ってますなんでーみたいな時期やったから、なおさらだよね、うん、なおさらびっくりだったと思う、みんなは、うん、いやでも本当に結城千尋が残してきた功績だったり、切り開いてきた道は二次三次にとってクソでかいものだよ。だからこそ、まあ新しい道が何なのか知らんけど、新しいところでもっとなんかワクワクすることをしてくれんだと思う。うん。まあもちろん二次三次にいながらそれができるのであればよかったけど、6年だからね、そこになってくんのよな。私もこの6年間で一回もなんかやんだことなかったかって言われたら、絶対そんなことないし、他のライバーさんだって絶対に思うことあったから、その自分の活動に対しても、運営に対しても、そのリスナーに対しても、もうなんかいろいろ多分考えることがあったに違いはないから、結城千尋の歴史はもう終わるかもしれんけど、起こった出来事は消えないから、活躍を願おう。複雑だけど。私のチャンネルでもコラボしたやつとか残ってるし、な、替えが効かんのかな、辛いんだよね。それは二次三次ってオーディションがあって、めたい話、私も二人目の樋口楓がとか言って、ミトちゃんとしずりんにクソ怒られたことあったけど、まあ、もう初めて半年ぐらいの時にね。だからこそ本当に替えが効かないなって、その時私は怒ってもらって感じたし、なんか自分が思ってる以上に結城千尋ってすっごいでかい存在で、すごいことをしてて、すごい慕われてるっていう自覚を本当に持った方がいいっていう説教の仕方はした。あの、それはミトちゃんとしずりんに怒られたセリフのまんまなんだけど、受け売りなんですけどね。でも本当に真実だから、この選択をしたことに多分本人は間違いじゃなかったって思う、間違いかなって思う時もあれば、間違いじゃなかったって思う時も絶対に来るから、自分の選択を信じて生きてってほしいね、今後。うん、私から言えるのはそれぐらいかも。まあ、とにかく今は
そうだね、なんか怒りのその受け止められなくて怒りの感情から発生しちゃうんよ私って。なんかそういう性格なんよ。なんか受容するのにさ結構何段階かプロセスってあるやん。あれと一緒かもしれん。今はなんかもう本当にぶっちゃけそうだね、怒りの感情からえ、なんで？みたいな。で、もうやれることも何でもやるみたいな。で、うまくいかんくて、なんかもうそっか、いやもう受け入れるしかないんよなみたいな、なんかそういう感情になってるだからなんかその通りだなって思うし、その需要を受け入れることのね、段階的にも私も大人に、いや大人なんかなりたくないけど、そういう意味ではだって幸せになってほしいもん。本人には言わんけど、うち一期生のこと好きだから、おごってもらえなくなるからとかじゃなくてね、もちろん好きだからこそ幸せになってほしいよねぶっきらぼうな言い方で申し訳ない。なんか22年でもちょっと怖かったかもしれないけど、でも幸せになってほしいねまるこんな感じかな。私はもう 100% 受け入れてるかって言われたら受け入れてない。だって365倍になる前から話を聞いてたら、もっと何かできたかもしれんみたいな、なんかそういう後悔ばかり募るね。たらればだけど、ちいさんの配信今日聞いてたけど、それは楓のことを思ってたって言ってたから何それって思うけど、不器用なんだよな結城千尋って。丁寧だけど不器用なんだよな。いや私もそう思われてるかもしれん。もっと話しときゃよかったなとか、流行り病やから家に行かんくなって、もっと無理やり解除された瞬間に行っときゃよかったんかなとか、ちいさん配信してる横で家入って寝ときゃよかったなとか、なんかねそういう気持ちやね。いやでもたらればなんだよこれは。よくないね。まあはじきは一人で泣いてて草やしな、モイラは人の泣く姿で笑うしな。だから私も何かできたかもしれんけど、まあ、私怒ってたのか、いろいろありますけど、でもちいさんは多分後悔しない選択をしたんだろうし、22年のことを思って動いたことだろうし、やってるここからあと45日ぐらいやることだろうから、そこはなんかまっすぐにぶつかってくれる分、まっすぐに22年でも受け入れてあげてください。受け入れていただければと思います。難しいよな。でも全人類が納得することなんてこの世の中ないから、だから受け入れられない人がいるのも当たり前なんだよ。私はこの配信活動を通してそれを学んだけど、 100% の人に好かれようなんて無理だから。でも結城千尋は不器用だし、なんだろうな、愛が深いんだよな誰に対しても。だから絶対に私よりまっすぐだし、私より考えての選択だから、そこは永遠にこの先もずっと尊敬できるとこだなって。なんか長い間話しちゃいましたけど、
まああと4回5回ぐらいダダこねる気はするけど突然やってくるお別れでしたが、残りの時間楽しんで推し活してください。